本校では1517年にオスマン帝国がエジプトを征服してから1914年にイギリス保護領となりオスマン帝国の総主権が失われるまでのエジプトについて解説する。オスマン帝国においてエジプトは一つのエアレトとされ、名目上はイスタンブルから派遣されたワーリーによって統治された。しかしエジプトの軍人階級であるマムルークや 中流軍の有力者、そして現地の有力軍人たちが大きな影響力を保持していたことから、オスマン帝国のスルターンにとって、エジプト支配は常に困難な課題であり続けた。オスマン帝国の支配力は徐々に衰え、19世紀初頭に、フランス軍はエジプトを一時占領した後、1805年に、アルバニア人不正規部隊の現地派遣軍司令官、 ムハンマド・アリーが権力を掌握したことで、実質的には失われた。事実上の独立勢力となったムハンマド・アリーの、時代以降も、ワーリーという称号が継続して用いられていたが、1867年にエ・ティーブの称号が承認され、以降のエジプトの統治者たちはエ・ティーブを称号とした。ヘティーブとなった、イスマー・イール・パシャとタウフィーク・パシャはエジプトを、純独立国として統治し、 それは1882年のイギリスによる占領まで続いた。こうした状況下にあっても、1914年10月5日まで、エジプト副王領は公的にはオスマン帝国の俗領であった。オスマン帝国で主導権を握った青年トルコ人の派閥が中央同盟側に立って第一次世界大戦に参戦。すると、イギリスはエジプトの保護国家を実施し、 オスマン帝国の創始権は消滅した。オスマン帝国支配の確立とエジプトの反乱1609年のエジプトエアレトズワイラモンオスマン回路様式の十字型テーブル掛け。16世紀半ば。1517年、オスマン帝国のスルターンセリム一世はマムルーク朝を滅ぼしてエジプトを併合した。セリム一世は大宰相ユヌスパシャを エジプト総督に任命したが、間もなく、ハイルバクに、エジプトの支配を委ねた。彼はかつてマムルーク朝のアレッポ総督を務めていた人物であり、オスマン帝国とマムルーク朝の間の戦いである、マルジュダービクの戦いで、オスマン帝国の勝利に一役買っていた。マムルーク朝時代に、エジプトを支配していたマムルークたちは、オスマン帝国の支配下に入っても引き続き、 行政職に深く関与しており、地方総督の多くがマムルーク軍人であった。マムルークとは幼少期に購入され軍事訓練を施された奴隷兵士であり、マムルーク朝時代のエジプトでは、マムルーク出身者がスルターン位を抑え、一種の特権階級を形成していた。オスマン帝国領エジプトの初期の歴史においては、マムルークたちとオスマン帝国のスルターンが任命した。 代理人との間の権力闘争が重要な要素の一つであった。大部分の土地がマムルークたちの領地であることを示した、当規模が変更されることなく残されており、マムルークたちは速やかに大きな影響力のある地位にも返り咲くことができた。未だ統治体制が整わない中で行われたハーイルバクの過渡的な統治を経て、その死後にはオスマン帝国は、 人気付きの総督をイスタンブルから派遣してエジプトを統治するようになった。以降の歴史においてエジプト総督はおおむね1年前後という非常に短い間隔で交代することになる。マムルーク軍人たちのオスマン帝国支配に対する抵抗は強く、1523年にはすでにオスマン帝国の総督に対してマムルーク出身のカーシフであるジャーニムとイーナールが反乱を起こしていた。 そして1524年には4代目の総督、ハイン・アフメト・パシャの反乱が発生した。アフメト・パシャは、イスタンブルにおける、大祭小職をめぐる、権力闘争に敗れて、エジプト総督に赴任した人物であった。彼は自分に対する処刑命令が出たことを聞き、自ら独立した君主となるべく、オスマン帝国に敵意を持つマムルークやアラブ人部族と、 結んでスルタンに即位したことを宣言し、自らの名前を打刻したコインを発行した。しかし、アフメトパシャの計画は、彼が幽閉した二人のアミールたちによって挫折した。アミールたちは脱獄し、入浴中のアフメトパシャを襲撃し殺害しようとした。アフメトパシャは負傷しつつも、難を逃れたが、間もなく、オスマン帝国軍によって捕らえられ処刑された。新たに、 オスマン帝国のスルターンとなったスレーマン一世はエジプト支配の動揺を抑えるべく大最小パルガルイブラヒムパシャを派遣しエジプトのカーヌーンナーメを発行させたこれによってオスマン帝国のエジプト支配体制は一応の体系化がなされ安定したエジプトの政府機構が頻繁に変化したことでオスマン帝国統治の初期における軍の統制不能が 引き起こされていたと思われ、さらに16世紀末から17世紀初頭にかけては、財政難やインフレーションの影響で不満を持つ兵士たちの反乱が頻発するようになった。1604年、エジプト総督イブラヒムパシャが兵士たちに殺害され、彼の頭はズワイラモンでさらされた。この事件によって彼はマクトゥルのあだ名を冠して呼ばれる。この殺害事件の理由は、 支出削減のための放給減額と、トゥルバと呼ばれる税収官を止めようとした歴代のパシャの試みであった。トゥルバは、軍がエジプトの住民から実際には免除されるべき、架空の債務を厳密かつ強制的に徴収するものであり、悲惨な悪用が行われていた。これを制圧するため、1609年に、反乱軍団とエジプト総督の間で、 ほとんど内戦と言うべき戦いが勃発した。反乱兵士たちは自分たちでするターンを選出することまで行い、カイロ地方を一時的に分割したが、新人のエジプト総督クルクラン、メフメト破者は自身の側に信用できる部隊とベドウィンたちをつけて彼らを撃破し、1610年2月5日に勝利のうちにカイロに入場した。反乱首謀者は処刑され、 その他はイエメンに追放された。彼はこれによって、クルクランとあだなされた。17世紀エジプトの年代記、サッカイ文アビースルールは、この出来事をオスマン帝国による第二のエジプト征服と記した。その後、クルクラン、メフメトッパ社によって大規模な財政改革が実施された。彼は、エジプトのざまなコミュニティに課せられていた負担を、彼らのやり方に沿って、 再調整し、トゥルバズの廃止を命じる直例も交付された。米勢力の台等クルクラン、メフメトッパ社による第二のエジプト征服を通じて、オスマン帝国の支配が回復されたが、その後間もなく、米と呼ばれる有力者たちのエジプト政治への影響力が高まった。オスマン帝国においてエジプトは独立最参州であり、政府がアミーンを通じて、 行政区から直接徴税を行うエマーネット制を取っていた。だが、次第に徴税実務は有力な部族や代理の徴税人に任されるようになり、17世紀に入ると政府から報給を受けていた米や将校たちが徴税受け負意権を獲得して行った。この徴税受け負委人を基盤とした徴税体制を徴税受け負い制と呼ぶ。軍人たちはこれを経済的基盤として、 勢力を拡大していった。オスマン帝国領エジプトの米の地位は当初はマムルークのものではなかった。17世紀にはこの地位へのマムルーク家系の進出も進んだが、米たちの中にはバルカン半島やアナトリア出身の自由身分の軍人たちも含まれていた。米たちは主従関係を結んでバイトを中心とした軍事集団を作り、党派を形成していった。 こうした党派はやがてチェルケス人系マムルークを中核としたフィカーリーアとヒマムルーク系軍人を中核としたカースミーアという二大派閥へと修練していく。この二つの派閥はエジプト政治における最重要ファクターとなっていき、その争いは18世紀初頭まで続いた。17世紀前半にはフィカーリーアの有力者、リドワーンベイが25年にわたって、 アミール・アルイコール・ハチを担って、牽制を振るい、1656年に、彼が死んだ後には、オスマン政府によって、ヒモムルーク軍人がカースイミーヤに補填され、党派争いが激化した。一方で、オスマン帝国が任命したエジプト総督の権威は、継続的に衰えた。オスマン帝国の中央政府と、エジプト総督はその権威と支配を、 エジプトで現実のものとして行使することに苦心したが、現地有力者たちとの接衝や構想に常に配慮が必要であった。次のような事例が示すように、現地側の抵抗によって、総督位が左右される事態もしばしば発生した。1623年、オスマン宮廷から、エジプト総督からムスタファパシャを解任し代わって、チェシュテジアリーパシャを総督に任命する命令が、 発せられた。役人たちはこの新たな総督の代理人に監修となっていた謝礼を要求した。この代理人が謝礼の支払いを拒否すると、役人たちはオスマン宮廷へ自分たちがアリーパシャではなくカラムスタッファパシャを総督として望んでいるという書簡を送った。その間にアリーパシャがアレクサンドリアに到着し、その後回路から来た代表団と面会した。代表団は、 アリーパシャを総督として望まないと伝えた。アリーパシャは穏やかな返答を返したが代表団が一切の情報なくそれに対する回答を伝えると代表団のリーダーを逮捕、投獄した。その後、アレクサンドリア守備隊がアレクサンドリアの城塞を攻撃し代表団のリーダーを力づくで解放するとアリーパシャは自分の船に戻って逃亡することを余儀なくされた。 その後まもなく、イスタンブルからカラムスタファパシャの総督位を承認するという回答が送られた。また、1630年にコジャムサーサパシャが新たなエジプト総督に任命された。エジプトの軍団は、彼が北スベイを処刑したことへの怒りから、この新たな総督を追い払うために立ち上がった。北スベイはペルシアでの戦役に従事するエジプト軍を指揮するはずであった。 ムーザー・パシャは死刑執行人を復讐に燃える兵士たちに引き渡すか、辞任するかを迫られ、前者を拒否したため辞職を余儀なくされた。1631年、現地軍の行動を承認し、ムーザー・パシャの公認として、ハリル・パシャを任命するという布告がイスタンブルから発せられた。エジプト総督は現地軍に対抗するための支援をスルターンから得られなかったのみならず、 新人の総督たちはそれぞれ財政上の理由という名目で定期的に退任する全総督に罰金を課した。離職する総督はこれを支払うまでエジプトを離れることが許可されなかったであろう。この強奪行為がゆすりの習慣を生み出し、またエジプトはこの時代に飢餓と薬病に苦しめられた。1619年の春に薬病によって63万5000人が死亡し、 1643年には230の村が完全に荒廃したと言われている。17世紀後半にオスマン帝国大宰相キョプリュリアフメトパシャをはじめとするキョプリュル家によって中央政府の改革が行われるとエジプトでもそれに連動して低下しつつあった税収と中央政府への送金額の増大が試みられた。エジプト総督メレクイブラヒムパシャは エジプトの党派争いにおいて、フィカーリーヤに対して、カースイミーヤを支援するために、イスタンブルから送り込まれていた、アフマドベイを逆に殺害し、一時的にこれを沈静化させることに成功した。そして増税と中央への送金額の増額が、試みられたが、これは完遂することはなかった。その後からイブラヒムパッシャも、財政改革と役人の入れ替えによって、 送金額増額を達成したものの、成果は一時的なものに終わった。イエニチェリの進出と派閥闘争17世紀の間に相得たるパシャの重要性は低下し、オスマン帝国の中央政府も、米たちが実権を握る状況を黙認する傾向を強めていた。同時に、新たな実力集団として、イエニチェリ軍人たちがエジプト政界での発言権を拡大させ始めた。 エジプト中流のイエニチェリ軍団内では、タラフと呼ばれる軍事集団が自制し、その実力者たちがカイロの商工業者との密接な結びつく一方、物価の混乱に乗じた商人の穀物大造などにおける住民利害の代表、顔役として、その影響力を高めていった。イエニチェリ軍団はエジプトに中流する二つの不評軍団のうちの一つであり、 もう一つの不評軍団であるアザブとの対立を強めた。両軍はすでにエジプト政界における中心勢力となっていた派閥と連携し、家にチェリがフィカーリーやアザブがカースイミーヤと結びついた。両派は対立を深め、1711年には武力衝突に至った。フィカーリーやはエジプト総督の指示を取り付け、 カースイミーヤの史上カーシム・イー・ワーズを死亡させたものの、戦闘自体はカースイミーヤの勝利に終わった。フィカー・リーヤに組みしたエジプト総督が交代させられ、オスマン帝国はこの反乱軍を黙認した。しかし今度は主導権を握ったカースイミーヤで内部分裂が生じ、1718年に再び行われた市街戦の末、カーシム・イー・ワーズの息子、 イスマー・イール米が勝利者となった。彼にはオスマン帝国政府からシャイフ・アルバラドという称号が初めて授与された。エジプトの政策決定においてはエジプト総督の下で行われる定例会議が存在したが、この頃以降シャイフ・アルバラドの指定で行われる会議が政策決定の場としての重要性を増していった。1724年イスマー・イールが 総督の陰謀によって暗殺され、フィカーリーヤのシルカスベイが、シャイフ・アルバラドに昇格したが、自らの派閥のメンバーによって、すぐ地位を追われ、上、エジプトに逃亡した。間もなく、シルカスベイは、ある軍団の長に復帰し、続く戦いで推しという最後を迎えた。一連の騒乱の中で、イエニチェリ軍団内に形成された、軍事集団の一つであるカーズ・ダグリーヤの影響力が、 大幅に増した。これは、イエニチェリ軍団のカトフダームスタファー・アルカーを始祖とする、武力集団であるためこの名前で呼ばれる。イエニチェリ内では17世紀後半に、キュチュク・ムハンマドが激しい権力闘争を勝ち抜いて、主導権を確立したが、彼と対立したカーズ・ダグリーは1694年に、キュチュク・ムハンマドを暗殺した。1704年のカーズ・ダグリーの死後、 従者であったハサン・カトフダー、ついでウスマーン・カトフダーが、指揮権を引き継いで、家にチェリ軍を牛耳った。1736年に、ウスマーン・カトフダーが暗殺されると、続いて主導権を握ったイブラーヒーム・カトフダーが、派閥闘争の勝利者であったフィカリーヤの勢力を、一掃し、エジプト政界は、カーズ・ダグリーヤの支配下に置かれるようになった。カーズ・ダグリーヤの構成員であった、 家にチェリ兵士たちはアナトリア系の軍人を中心としていたが政権を獲得した後当時大量にアラーブ世界の市場に供給されたグルジア系とアブハジア系のマムルークに置き換わっていったこうしてカーズダグリーアに所属するマムルーク米たちがエジプトの事実上の統治者となっていったイブラアヒームはオスマン帝国政府に比較的従順な姿勢を示したが 1754年に死去し、その地位は、ハサン・カトフダーの息子、アブドゥン・ラフマーン・カトフダーが継承した。その後間もなく、主導権は、アリー・ベイ・アルカーが握ることになる。彼はもともと、イブラーヒーム・カトフダーが所有する、グルジア系のマムルークであったが、自分のマムルーク軍団を整備し、シャイフ・アルバラドの地位についた。彼は、もともとは、 自分のパトロン活動名者であったカーズ・ダグリーヤの首領、アブドゥラフマーンをヒジャーズに追放し、最後に残っていたカース・イミーヤの大物サーリー・フベをガザに追放した。その後、ハイカの将軍の裏切りによって、シリアへの逃亡を余儀なくされたが、シリアでアクレ総督、ザーヒル・ワルーマルと遊戯を結ぶことに成功し、ザーヒルの協力でオスマン宮廷の行為を得て、 シャイフ・アルバラドイを回復した。アリー・ベイの反乱アリー・ベイ。アリー・ベイはエジプトでの権力を固めるため養殖を自分の配下のマムルークたちに任せた。彼らの中には、その後エジプトの支配的地位に上るイブラーヒームとムラード、そしてアリー・ベイの運命に決定的な影響を与えるムハンマド・アブアイコール・ザ・ハブラがいた。アリー・ベイは家にチェリ勢力を抑えて、 ゲエジプトの使用都市の徴税受け置けを確保し、エジプト総督を脅迫して、イスタンブルの頭越しにスエズ港へのヨーロッパ船舶の立ち入りを認めさせるなど、自立化へ向けてエジプトの支配を固めていった。1769年、アリーベイはロト戦争のためにオスマン宮廷から12000人の兵を集めることを要求された。だが、イスタンブルでは、 アリーベイが軍を集めれば彼は自らの独立を確保するためにそれを使うであろうという話が持ち上がった。そしてオスマン宮廷からエジプト総督の下へアリーベイの処刑の命令を携えた死者が派遣された。アリーベイはイスタンブルに配置していた彼のエージェントからこの死者の出発を知らされ死者を待ち伏せて殺害するよう命じた。処刑命令は押収され、 ある米たちの集会の前にアリーベイによって読み上げられた。アリーベイはこの処刑命令が全員に同じように適用されると断言し、自らの生命のために戦うよう彼らに促した。米たちはアリーベイによってその地位にあり、彼の言葉は米たちに熱狂と共に受け入れられた。エジプトの独立が宣言され、オスマン帝国のエジプト総督には48時間以内の 退去が要求された。アリーベイと同じようにパレスチナで自立を目論んでいたアクレ総督ザーヒル・アルーマルはアリーベイと同盟を結んだ。18世紀末のアレクサンドリア、ルイージ・メイヤーがオスマン宮廷はこの時アリーベイを制圧するための積極的な施策を取ることができなかった。アリーベイは北エジプトと南エジプトの両方で略奪行為を行う。 諸部族へ向けて遠征隊を派遣し、財政改革を行い、行政の公正さを改善するなどして、自身の支配地を統合しようと努めた。アリーベイの義理の息子となった、ムハンマド・アブアイコール・ザ・ハブが、アスワーンとアスユートの間の地域を支配し、上エジプトの王と呼ばれた、ハウアーラ族の王、フマームを服属させるために派遣された。また、2万人の軍隊が、 イエメンの征服のために送られた。そしてイスマー・イールウェイを指揮官に8000人の兵が公開東岸の獲得に向かい、またアイラサンウェイはジッタの占領を命じられた。6ヶ月のうちにアラビア半島の大部分がアリーベイの下に服した。そして彼は自分のいとこをメッカのシャリーフに任命した。彼はその地位においてアリーベイにエジプトのスルターンを呼び、 二つの海の藩の称号を授けた。これによって得た正当性のもと、1771年にアリーベイは自分の名前でコインを発行し、フとバにおいて自らの名前に言及するように命じた。同じ年にアブーアイコールザハブは3万人の兵と共にシリアの征服に向かい、またベネツヤとロシアに交渉のためのエージェントが派遣された。 アリーベイと同盟を結ぶザーヒル・アルーマルの協力を得たアブーアイコールザハブはパレスチナとシリアの主要都市をたやすく制圧しダマスカスに達したしかしアブーアイコールザハブはシリア遠征に自ら参戦しないアリーベイに不信感を募らせまた異教とたるヨーロッパ人と結んでオスマン帝国に反旗を翻すことへの恐れも手伝いこの時点で オスマン宮廷と秘密裏の交渉に入ったとみられる。彼はエジプトをオスマン帝国の創始権の下に戻すことを約束し、シリアから引き払うと、召集可能な全軍を持って上エジプトに向かい、1772年4月にアスユートを占領した。そして、ベドウィンから追加の軍勢を補充し、カイロへと進軍した。アリーベイは、 アブーアイコールザハブの進軍を確認するために、イスマーイールベを3000人の兵と共に派遣したが、イスマーイールベとその軍勢は、アブーアイコールザハブに寝返った。アリーベイは当初回路の城塞で可能な限り防御を続けることを起としたが、友人のザーヒル・アルーマルが未だ彼の亡命を受け入れる意思があるという情報を得て、 アブーアイコールザハブが入場する前日の1772年4月8日にカイロを離れシリアへ向かった。ムラードベイ、デュテルトルマ、エジプト市よりアリーベイはアクレで再起を図った。アクレの港の外にロシア船が停泊し、彼がロシア帝国と結んだ合意に従って補給物資、弾薬3000人のアルバニア兵が供給された。そして、 アブーアイコールザハブの撤収によって、オスマン宮廷の統制下に入っていた、シリアの諸都市を回復するため旗本の将軍、アリーベイアルタンタを派遣した。一方で、アリーベイ自身は、ヤッファとガザを占領し、ヤッファは友人たる、ザーヒル・アルーマルに分け与えた。百七十三年二月一日、彼は、カイロから、シャイフ・アルバラドに就任した、アブアイコールザハブが、 その地位において、前代未聞の資産没収を行っており、これによって、エジプト人たちが、アリーベイに帰還を呼びかけているという情報を受け取った。彼はそれに応じて8000人の軍を率いて、エジプトへ向けて出発し、4月19日にセレーヒージェやマドロッサでアブーアイコールザハブの軍勢と快敵した。アリーベイ軍は、最初の衝突に勝利したが、 その二日後に戦闘が再開された際には、数名の将校が彼を見捨てて離脱し、さらに薬病と負傷によって彼が状況を左右することができなくなった。この結果、アリーベイ軍は、乾杯を喫した。敗北が確定した後、彼は、自らの天幕を離れることを拒否し、勇ましい抵抗の後に捕らえられて、カイロに送られ、七日後に没死した。アリーベイの死後、エジプトは、 今一度、オスマン宮廷の支配下に入り、パシャの称号も与えられた、アブーアイコールザハブが、シャイフ・アルバラドとして統治した。彼は、アリーベイのやり方を踏襲しつつ、表面的には、オスマン帝国に従順に振る舞って、やはり自律的な政権の構築を目論んだ。アブーアイコールザハブは、その後間もなく、アリーベイを支援したザヒル・アルーマルを罰するという形で、 オスマン宮廷からシリア侵攻の許可を受け、彼の代理として、イスマー・イール・ベイとイブラーヒーム・ベイがカイロに残留した。イブラーヒーム・ベイは、セレヒージェアの戦いにおいて、アリー・ベイを見捨て、彼の敗北の契機を作った人物である。アブーアイコール・ザハブは、パレスチナの多くの都市を占領したが、その後に死亡した。その原因は不明である。 1775年5月26日、やはりセレーヒージェアの戦いで、アリーベイを見限ったムラードベが、シリアの軍団をエジプトに帰還させた。エジプトの国旗イスマー・イールベが、今や、シャイフ・アルバラドとなった。しかしすぐに、他の二人の有力者、イブラーヒームベとムラードベとの間に抗争が、生じた。その後、イスマー・イールベはエジプトから追放され、 残った二人で二等体制を敷いた。1786年にオスマン宮廷がエジプトの主権を回復すべく遠征軍を派遣すると、この二人の政権は一時崩壊した。ムラード米はオスマン帝国軍に抵抗を試みたがしばたたく、間に敗れた。彼はイブラーヒーム米と共に上え、エジプトに逃亡することを決め、 状況の変化を待つことにした。8月1日、オスマン軍司令官ジェザイルリガーズイハサンパシャがカイロに入場し、激しい暴力の後に秩序回復のための処置が取られた。追放されていたイスマー・イールベが再びシャイフ・アルバラドとなり、新たなパシャが総督として赴任した。しかし、1791年1月、カイロ及びエジプトの全土で、 ペストの猛威が荒れ狂い、イスマー・イールベとその家族の大半が犠牲となった。能力ある統治者が必要とされたため、イブラーヒームベイとムラードベイが元の鞘に戻され、二党体制を再構築した。彼らは1798年にナポレオン・ボナパルトがエジプトに入った時点においても、その地位にあった。フランスでは1789年の バスティーユ監獄の襲撃に橋を発したフランス革命とその後の第一次大仏大同盟との戦争を通じてナポレオン・ボナパルトが頭角を現したナポレオンは大仏大同盟の中核を担うイギリスに打撃を与えるためイギリスと最重要の植民地インドとの中継交易路となっていたオスマン帝国領エジプトの制圧を試み1798年に エジプト遠征を開始した。表向きの理由は、オスマン帝国の権威を回復させることであり、フランス人がイスラームとクルアーンに敬意を払っていることを懸伝するプロパガンダが行われたものの、こうした建前が、多くのエジプト人たちを納得させたということはないで、あろう。バトル・オブ・ザ・ピラミッツ、フランソワ・ルイス・ヨゼフ・アトが、1798年から1799年、 ムラードベとイブラーヒームベの指揮の下、マムルークを主体とするエジプトの軍団がフランス軍を迎え撃ったが、フランス側が兵力的に劣るにもかかわらず1798年7月21日のピラミッドの戦いはフランス軍の干渉に終わった。これはエジプトにおいて西欧の軍事的優位を証明する出来事となった。フランス軍はに進駐し、部族長階級、 マムルーク、そしてフランス人からなる市議会を組織した。その後、アレクサンドリアやその他の重要な都市からの代表も加わった。だが、この市議会は独裁的権力を行使していたナポレオンの命令を追認するだけであった。フランス軍によるカイロ入場直後の1798年8月1日、ネルソン提督率いるイギリス艦隊によって、 アレクサンドリアのアブキール湾に停泊していたフランス艦隊が壊滅させられ、また上、エジプトに派遣されたフランス軍がムラードベイの身柄を確保することに失敗したことで、フランス軍の無敗というエジプト人の信仰は崩壊した。一連の好ましくない改革の結果、征服者たるフランス軍と非征服者たるエジプト人の関係は日に日に緊張を増し、 最後には1798年10月22日の家屋税の導入によってカイロで暴動が発生した。この反乱の本拠地はアズハル大学であった。この時カイロ副知事であったフランスの将軍ドミニク・マルタン・デューピュイが殺害された。ナポレオンの迅速な処置とアレクサンドリアの将軍ジャンバティスト・クレベールの到着によりこの暴動は速やかに鎮圧された。 しかし、アズハルモスクに、フランスの騎兵隊が駐屯したことは大きな、そして消えることのない遺構を残した。聖会権を失ったナポレオンは、シリア遠征によって、状況打開を狙ったが成果を上げることはできなかった。アブキールの戦い、アントワーニョジャングーロが、ナポレオンは1799年6月初頭に、運に恵まれなかったシリア遠征から帰還した。 ムラードベとイブラーヒームベはこの機会を利用して軍を集め、回路でフランス軍に対する共同攻撃を試みた。しかしナポレオンは救援に間に合い、ムラードベとイブラーヒームベは打ち破られた。7月の最後の週、ナポレオンはシドニー・スミス卿が指揮するイギリス艦隊の支援でアブキールに上陸したオスマン帝国軍を完全に撃破した。この勝利のすぐ後、 ナポレオンは本国の戦況悪化を理由に少数の部下と共にエジプトを去り、クレベールに自分に代わってエジプトを統治するよう命じた。残留したフランス軍は求心力を喪失したが、オスマン帝国軍を撃破し、カイロで発生した暴動も鎮圧するなど、頑強に持ちこたえなお2年間エジプトに踏みとどまった。しかし1800年7月14日にはクレベールが暗殺され、 公認のジャック・フランソワ・メヌーは1801年3月、アブ・キールに上陸してきたラルフ・アバークロンビー率いるイギリス軍に敗れた。その後さらに、オスマン帝国軍の増援がイギリス軍に加わった。5月30日、カイロのフランス軍指揮官オーギュスティン・ダニエル・ベリアールは、ジョン・ヒーリー・ハッチンソン率いるイギリス軍という祖父、パシャ率いるオスマン帝国軍によって攻撃された。 交渉の後、ベリアールはカイロからの撤収に同意し、13,734人の兵士と共にフランスへと渡った。8月30日、メヌーもほぼ同様の条件を飲むことを余儀なくされ、1万人のフランス兵と共に9月にヨーロッパへと去った。これがフランスによるエジプト占領の終焉であった。遠征に同行したフランスの学者たちが編纂した。 エジプト史は、この占領を記憶に留める永久の記念碑である。フランスの侵攻から撤退までの騒乱の中で、急速に存在感を高めたのが、ムハンマド・アリーであった。ムハンマド・アリーは、バルカン半島南部にあるオスマン帝国の都市、カバラで生まれた人物で、フランスの侵攻に対応するために、アルバニア人不正規部隊の文献大副隊長として、エジプトに派遣された。当時、 オスマン帝国の正規軍であるイエニチェリの戦力は弱体化著しく、帝国は戦力として地方有力者たちの傭兵やムハンマド・アリーの部隊のような不正規部隊を利用するようになっていた。その後、ムハンマド・アリーはフランス軍との戦闘で頭角を表し、エジプトのアルバニア人不正規部隊の副司令官となった。1801年のフランス軍の撤退の後、 エジプトでは、オスマン帝国の正規軍、アルバニア人不正規部隊、フランスによって排斥されていたマムルークたち、そしてイギリス軍が、権力の空白を埋めるべく激しい抗争を繰り広げた。目まぐるしく支配者が変わり、オスマン帝国が任命した総督ヒュスレブパッシャも、アルバニア人不正規部隊のクーデターで追放されるなど、する中で、ムハンマド・アリーは、核勢力の間を巧妙に立ち回り、 また、自軍の兵士に厳格な規律を課すことで、カイロ市民の支持を獲得した。1804年、オスマン帝国は、フルシットパッシャをエジプト総督に任命して、事態の収拾を図ったが、1805年5月14日に、カイロで、ウラマーのウマルマクラ村の主導する大規模なデモが発生し、フルシットパッシャの解任が宣言されるとともに、ムハンマド・アリーが総督に推挙された。 オスマン帝国はこの現地による総督の使命を受諾せざるを得ず、彼を正式にエジプト総督として承認した。カイロのシタデルでのマムルークたちの虐殺。オラースベルネガ。ムハンマド・アリーは総督位につくと、自らを衰退したウマル・マクラムを排除し、将来の政治的ライバルとして対等する可能性を除いた。さらに1811年に、 アラビア半島のサウード王国への出兵をオスマン帝国から要請されると、皇庫の憂いを断つため、息子のアフマド・トゥーソンの司令官任命式の名目で、マムルークたちをカイロのシタデルに呼び集め殺戮した。シタデルに入ったマムルーク有力者470人が殺害された後、さらにアルバニア人不正規部隊によって、核、マムルークたちの邸宅も襲撃され、 カイロだけで1000人以上が殺害された。こうしてエジプトにおける支配権を盤石のものとしたムハンマドアリーはエジプトを独立勢力とすべくオスマン帝国と相対するようになっていった。またフランス侵攻以来の一連の戦闘とこの事件によってオスマン帝国時代にエジプトの政界に強い影響力を持っていた旧勢力が一掃されマムルークという階層も エジプトから姿を消していった。ムハンマド・アリー朝の確立ムハンマド・アリー。ムハンマド・アリーは政権を掌握した後、その指導力を持って各種の改革を行った。サウード王国への遠征や、東スーダンへの遠征を通じて、現在のエジプト、スーダン、南スーダン、アラビア半島の主要部に支配を広げ、エチオピアとソマリアの一部にも一時的ながら手を伸ばした。 一連の遠征で、ムハンマドアリーが用いた軍は、アルバニア人部隊やマムルーク、傭兵などで構成される旧来からの形式の軍隊であったが、すでにその戦闘能力の問題は明らかであった上、ムハンマドアリーの勢力拡大を警戒したオスマン帝国が、傭兵やマムルークのエジプト流入を妨害したため、兵員の補充が困難となっていた。このため、ファンラーヒーンと呼ばれる、 エジプト農民からの徴兵が試みられ、フランス陸軍に反を取った軍政改革が実施された。また、海軍交渉が建造され軍艦の建造が始まると、共にヨーロッパからも船舶を購入して海軍が充足された。この新式軍は1793年にオスマン帝国のスルターン・セリム3世が創設した様式軍隊に倣い、ニザーム・ジェリードと呼ばれた。 内政面でも、灌え水路網の整備とナイル側の人工灌えシステムへの移行、農地の国有化と面化をはじめとした商品作物への栓培性の施行、交通路の整備、軍需産業と繊維産業を中核とした工業の発展、税制の改革、学校教育の普及などが試みられ、各種の問題に直面しながらも大きな成果を上げた。ジオスマン帝国領、 特にバルカン半島では政治的な民族、国民の形成過程が進展しつつあったが、エジプトにおいてもムハンマド・アリーによって着手された一連の改革によって、あるいはそれをきっかけとしてエジプト、国民意識、祖国の観念が発達していくこととなる。ムハンマド・アリーの改革によるエジプトの国力増強は目覚ましく、 軍事面においては本国たるオスマン帝国のそれを凌駕した。1821年にギリシャ独立戦争が勃発し、オスマン帝国領のモレアでもギリシャ人たちが放棄すると、オスマン帝国はこの鎮圧に失敗した。スルターン・マフムト2世はやむなくシリアの領有と引き換えにエジプト総督、ムハンマド・アリーに出兵を要請した。ムハンマド・アリーはこれに応じ、 派遣されたエジプト軍は、ムハンマド・アリーの息子イブラーヒーム・パシャの指揮のもと、モレアで多大な戦果を上げた。しかし、イギリス・フランス・ロシアが介入によって状況は変化し、ナバリノの海戦での敗北によってエジプトは海軍の大半を喪失した。モレアに遠征した部隊も、半数を超える損失を出し、ギリシャの独立阻止は失敗した。ムハンマド・アリーは出兵の報酬として、 クレタ島を得たが、損失に見合う報酬とは言えなかった。そのため、敗戦とは関係なくシリアの引き渡しを要求し、マフムト2世がこれを拒否すると実力でシリアを切り取りに、かかった。こうして戦われた第一次エジプトトルコ戦争で、エジプト軍はオスマン帝国軍を大いに破り、ムハンマド・アリーは1833年5月14日のキュタヒアの和訳でシリアを小中に収めた。 このようなムハンマドアリーの成功の中で、オスマン帝国領エジプトの法的地位は複雑であった。ムハンマドアリーは、形式としてはあくまでも、オスマン帝国が任命したエジプト総督であり、毎年行われる序任によってその地位が更新された。オスマン帝国は、ムハンマドアリーを可能な限り多州の総督と同列に、扱おうとした。そしてこの問題にはただ、 オスマン帝国とエジプトの間だけではなく、ヨーロッパ列強諸国の利害が複雑に関係していた。特に重要な利害関係を持っていたのはイギリスであった。イギリスはオスマン帝国の弱体化がロシアを利することになり、ボスポラス海峡とダーダネルス海峡に対するロシアの影響力が拡大することを警戒していた。また、エジプトが植民地インドとの交易の要であったことから、 エジプトに統制不可能な強力な政権が誕生することを望まなかった。さらにムハンマド・アリーがしく、潜培をイギリスの潜在的な市場を失わせるものとみなしていた。そして1838年、ムハンマド・アリー政権に打撃を与える意図を持って、オスマン帝国との間に輸出税の負荷や潜培性の禁止などの条項を含んだ通商条約を結んだ。 エジプトがオスマン帝国領である限り、法的には条約の効力がエジプトにも及ぶこととなるため、条約の内容を知ったムハンマド・アリーはすぐにその意図を理解し、同年にエジプト独立の意図をヨーロッパ各国に通達したが、イギリス外相パーマストンはそれよりも前に、エジプトに対するオスマン帝国の主権保護を目指して各国に根回しを行っており、 ムハンマド・アリーは独立の撤回に追い込まれた。そして1839年4月、オスマン帝国のスルターン・マフムト2世が実質的支配権の回復を目指して、エジプト支配下のシリアへ侵攻した。戦争はエジプト軍の圧倒的優勢のうちに進み、その最中にマフムト2世が死去して、若年のアブデュル・メイジと一世が即位した。 そして1839年7月、オスマン帝国の海軍大帝督、アフメト・フェウズ・イ・パシャが指揮下の全艦隊を率いて、エジプトに降伏するに至り、オスマン帝国は軍事力の大半を喪失し、滅亡の瀬戸際に立たされることになった。ムハンマド・アリーが、オスマン帝国に、エジプト、シリア、アダナの世襲支配権を要求し、オスマン帝国側がこれを承認する様子を、 見せ始めると、政治地図の激変を懸念したヨーロッパ列強諸国は、エジプトの地位について、列強諸国との協議なしに決定を行わないことを、オスマン帝国に要求した。これを主導したイギリスは、親、エジプト的なフランスを孤立させ、他の三国と共に1840年7月に、エジプトに対して、エジプト本国とスーダンを除く、全征服地の放棄とオスマン帝国から降伏した。 艦隊の引き渡しを要求した。ムハンマド・アリーは、フランスとの提携に希望をつないだが、同年9月に、ベイルートに、イギリス、オーストリア、オスマン帝国の連合軍が上陸し、11月には、アレクサンドリアに、イギリス艦隊が到達した。ムハンマド・アリーはここに至って、抵抗を諦め、平時の兵員数を1万8000人とすること、主要生産物の潜媒制の廃止、 関税自主権の喪失、違い保権の適用、海軍人事におけるオスマン帝国の事前承認などの条件を論で講和を結んだ。その代わり、エジプト及びスーダンにおける総督職の世襲権が認められることになった。こうして第一次世界大戦まで続くオスマン帝国総主権下におけるムハンマド・アリーの子孫によるエジプト支配体制が法的な意味においても、 確立された。スエズ運河問題まで、アッパースパシャ。1848年、健康上の問題のため政務を引いたムハンマドアリーに、代わって、息子のイブラーヒームパシャが総得意を継いだ。彼は十分な実績を持った、政治家、軍人であったが、同年中に、結核のために死去し、別の息子アフマド・トゥーソンの子、つまり、ムハンマドアリーの孫アッパースパシャが後を継いだ。 前任者たちと異なり、欧州式の近代化政策や、外国人顧問に疑問を持っていた。アッパースパー社は近代化政策を担う、初期間や、学校の閉鎖、外国人顧問の追放を実施した。当時、オスマン帝国本国では、タンジマートと呼ばれる政治、軍事面での改革が図っていた。これは、第二次エジプトトルコ戦争の劣勢を挽回するため、 西欧諸国の支持を取り付けるべく、オスマン帝国が約束した改革でもあり、1839年にその端緒となるユルハネ直令が発布されていた。オスマン帝国は、帝国領土たるエジプトにもこの直令に基づいて、作られた新たな帝国法の適用を要求した。同じ頃、イギリスはエジプトを縦断する鉄道の建設許可を要求しており、アッパースパシャは、 フランスとも対立していたが、エジプトがこれらすべてを敵に回し続けるのは不可能であった。タンジマートの導入がエジプトの特殊な地位を脅かす可能性を危惧したアッパースパシャは1851年にフランスの猛反対を押し切ってイギリスにアレクサンドリア回路間の鉄道敷設許可を与え、これによって得たイギリスの支持を背景にしてオスマン帝国から情報を引き出し、 エジプトの地位に配慮した形に修正した上でのタンジマート導入にこぎつけた。一方で1853年に発生したクリミア戦争においては1万5千人の軍をオスマン帝国に提供し、帝国との関係改善も図られた。しかし、ムハンマド・アリー朝のエジプト総督アッパースパッシャにとって究極的にはエジプトは独立国となるべきであった。これは、 以降の総督たちにとっても政治的立場の違いを超えた共通した目標であり続ける。アッパースパ社はその第一段階としてワーリーの称号をアジーズ、または王に変更することを要求した。これは実現することなく、1854年にアッパースパ社は何者かによって殺害された。続くサイードパシャは行政機関、軍の人事における アラブ人への差別待遇を軽減し、高級士官としての登用を始めるとともに、専売制の廃止、奴隷制の廃止と奴隷貿易の禁止、現物税の廃止、私的土地所有権の確立、行政官による無知の使用の禁止などを定め、諸制度の近代化を図った。これらの中にはほとんど成果を上げなかったものもあるが、一連の改革によって彼は一般に、 解明的な君主と評価され、またこの時代に登用されたアラブ人高級主観はその後のエジプトに大きな影響を及ぼすことになる。サイード・パシャもまたエジプトの独立を志行し、また当時急速に進んでいたヨーロッパ諸国によるアフリカ大陸の分割にも備えようとした。サイードはフランス人から教育を受けたことも、鉄大進出的傾向が強く、イギリスを牽制するために、 フランスへの接近を図った。また、エジプト国家の存在を対外的に認知させるべく、アッパースパシャの時代に派遣されていたクリミア戦争への派兵規模を増強し、1863年には、フランス皇帝ナポレオン3世の要請に応じて、スーダン兵500名をメキシコに派兵した。開通直後のスエズ運河。そしてやはり最終的なエジプトの独立達成を、 目指して彼が実施したのが、熱心に、運河建設を進めていた、フランスの外交官、フェルディナンド・レセップスへのスエズ運河建設許可であった。1854年の即位直後に、スエズ運河建設許可が出されたことには、サイード・パシャが、個人的に、レセップスと親しかったことが大きく影響しているが、その目的自体は、エジプトの独立達成と不可分の関係にあった。 運河の建設がフランスのエジプト独立支持につながるであろうと考えられ、その経済的効果はエジプトの富と力を増強させ、オスマン帝国による統制からエジプトが脱却することを支えると考えられた。さらに、スエズ運河が重要な通商路として機能し始めてしまえば、その規則正しい運用のために世襲支配を保障せざるを得ないであろうとも予想された。 スエズ運河の建設には、イギリスとオスマン帝国政府の強硬な反対があったが、レセップスの粘り強い努力もあって建設が開始された。しかし、運河建設はエジプトにとって著しく不利な条件で進められた。スエズ運河の所有権を99年間保持することになる、スエズ運河会社の名目的な本社は、アレクサンドリアに置かれたが、実際の経営は、 パリで行われ、理事会のメンバーも半数以上がフランス人であった。同社の株式は当初16%をエジプト政府が引き受けることになっていたが、イギリスの介入もあって販売が振るわず、最終的に44.4%をエジプトが引き受けることになった。にもかかわらず、運河会社の約款には同一株主の投票権が10票までと、 定められていたため、エジプト政府の経営に対する発言権は極めて限定的なものとなった。建設費用の大半がエジプト側の負担となり、建造のために過酷な強制労働も行われ、最終的には巨額の対外債務が残された。結果的に当初の意図とは裏腹に、スエズ運河建設はエジプトの植民地化の起点となったと考えられている。 その成果として得られたものは、フランスとの間の事実上の外交の確立のみで、あった。イスマー・イール・パシャ1863年1月、スエズ運が感性を見ることなくサイード・パシャは死に、イブラーヒーム・パシャの息子イスマー・イール・パシャが後継者となった。イスマー・イール・パシャの即位を機会として、オスマン帝国は、エジプトの特権的地位の解消を目論んだ。イスタンブルの新聞は、 イスマー・イール・パシャの総督ジョニーを下級官僚の発令と並べて公表し、イスマー・イール・パシャに屈辱を与えた。イギリスもこの機会に運河建設を中止に追い込むべく工作を続けた。イスマー・イール・パシャはオスマン帝国とイギリスがいずれもエジプトの自治権を縮小しようとしていることを把握しており、フランスの行為を期待してスエズ運河建設を促進する協定を相次いで、 フランスと締結するとともにサイードパシャが約束した運河会社への出資義務を履行することを約束した。これはイギリスにとって受け入れがたい事態の進展であり、一相得に過ぎないイスマー・イール・パシャが外国との協定を締結する権利がないことを主張して激しく介入した。もはやエジプトに実質的な支配権を行使する能力を持たないオスマン帝国はエジプト 領有を継続するために、イギリスの姿勢に同調した。スルターン・アブデュル・アズイズは1517年のセリム一世以来となるスルターンのエジプト巡行を行い、スルターンの意向を示して、エジプトにおけるスルターンへの忠誠心を喚起し、イスマー・イール・パシャの地位を動揺させることを期待した。しかし、現実的に彼のエジプト行きが、君主による領地巡回ではなく、 品格の訪問であることは、誰の目にも明らかであり、むしろ、イスマー・イール・パシャの立ち位置を再確認する結果に、終わった。復王1860年代に入ると、オスマン帝国領のルメリで、キリスト教系諸民族の独立の機運が高まり、これに、ロシアをはじめとする、列強諸国が介入して、オスマン帝国の支配が揺らいでいた。この動きはエジプトにも影響を与えることになる。 1866年にオスマン帝国保護下にあったワラキアとモルダビアが無政府状態に落ちた際や同じ年のクレタ島における反乱の際にはオスマン帝国政府からエジプトに出兵が要請された。イスマー・イール・パシェはこれらの要請に応え、またオスマン帝国政府関係者への巨額の賄賂や中央政府への送金額の送付などの条件に帝国政府に対し、 エジプトが諸外国と独自に関税協定を締結する権利の承認やワーリーの称号をアジーズに変更することなどの所得権を求めた。スルターン・アブデュール・アズイズはエジプトの王であることを指し示すようなアジーズの称号を認めたがらず、また自らの名前の構成要素を成す語であることから、不敬であるとも考えた。帝国政府はアミールの称号を提案したが、 これがアラビア半島の土工たちに適用されている称号であり、議会においては、ワーリーにも劣合することから、イスマーイール・パシャはこれを拒否した。度重なる交渉の末、イスマーイール・パシャは、関税協定をめぐる問題には、変更を加えない代わりにヘティブの称号で妥協する、こと通達した。軍事的、政治的に大きな問題を抱えたオスマン帝国政府は、 エジプトとの関係に配慮が必要であった。困難な交渉の末についに1867年6月8日に新たなフェルマーンが発せられ、イスマーイール・パシャのヘティーブの称号やエジプトが外国代表と取り決めを締結する権利などが認められた。こうして、ムハンマド・アリー朝のエジプト支配者は以降、ヘティーブを称号とするようになる、イスマーイール・パシャはまた、 エジプトの近代化を施行し、パリをモデルにした回路市の大改造や各種のインフラ、工場の建設など膨大な数の建設事業を起こした。前任者の知性から続いていたスエズ運河の建設も1869年に開通にこぎつけ、11月には盛大な開通式典が行われた。彼はこうした一連の大計画を通じてエジプトを アフリカではなくヨーロッパの一部とすることを目指し、大家政策と近内化に邁進した。こうしたエジプトの積極財政を支えた財源が、アメリカの南北戦争に近する、免火ブームであった。しかし、免火ブームは戦争の終結とともに去り、にもかかわらず放満財政が継続されたこと、イスマー・イール・パシャが遵守を約束したスエズ運河の建造費用の教室。 そして高くついたエチオピア皇帝ヨハンネス4世との戦争などによってエジプトにはヨーロッパ列強からの多額の債務が残された。イスマー・イール・パッシャは数億ポンドに上る国家債務に対処しなければならなかった。彼の借入金返済に対する基本的な処置はさらに高い金利で借款を受けることであった。もはやそれ以上の借金を重ねることができなくなった時、 彼は、スウェズ運河の株式をわずか397万6582ポンドで、イギリス政府に売却した。この直後、外国の介入が始まった。1875年12月、イギリス政府からエジプト財政の調査を行うために、スティーブン警部が派遣された。1876年4月に発表された彼の報告書は、無駄と写しの観点から、 信用を回復するために外国勢力による介入が必要であると勧告していた。この結果、交際整理委員会が組織された。交際整理委員会はエジプトの内政や財務に強く介入し、その歳入の6割以上を債務返済に当てさせた。このために軍人や役人の給与は削減され、農民には重税が課せられることとなり、多くのエジプト人たちにとって、 この支配は受け入れられないものであった。ヨーロッパの再建国に対する反感が高まり情勢不穏となる中、イスマー・イール・パシャはヨーロッパ人主導で作られた内閣を一新することを目論んだが、イギリスとフランスがオスマン帝国のスルターン・アブデュル・メジト2世にイスマー・イール・パシャを退位させるように圧力をかけ、1879年6月26日に イスマー・イール・パシャは退位させられた。イスマー・イール・パシャの息子のタウフィーク・パシャが後継者とされたが、アラブ警視官のアフマド・オラービーが、報級の削減などで苦しむアラブ警視官たちの指示を得て、その影響力を拡大させ、武力を持って国政の転換を図った。エジプトのヘティーブ政権に多大な影響力を確保し、その下で再建を回収する方針を取っていた。 イギリス・フランスはこの状況に懸念を示し、タウフィーク・パシャを支援した。1882年6月に偶発的な事件によってアレクサンドリアで暴動が発生し、イギリス領事を含む50人前後のヨーロッパ人が死傷した。オラービーは軍を派遣して暴動を鎮圧したが、イギリスとフランスが介入してくることを恐れ要塞の修復を実施した。これを 戦争行為とみなしたイギリスは、翌月にアレクサンドリアを攻撃、同年中にカイロまで制圧してオラービーと、その同志たちを捕らえて流刑に処した。以降、イギリス軍がエジプトに駐留するようになり、オスマン帝国領であるエジプトは、ムハンマド・アリー朝のヘティブの下に置かれつつも、実質的には総領事件代表イブリン・ベアリングの下、イギリスの植民地支配下に置かれるようになる。 イギリスの中エジプト高等弁務官、クローマー教。イギリスの支配は、後世のエジプトの歴史学者からは、現地の利益を無視しエジプト人を対等の存在として扱わなかったとして厳しい評価が行われている。しかし、オラービー革命による混乱で軍が解体状態となり深刻な治安悪化が進んでいたエジプトでは、少なくないエジプト人が唯一治安維持能力のある。 イギリス軍の駐留を受け入れる土壌があったことも事実であった。加えてエジプト支配下のスーダンで発生していたムハンマド・アフマド・アルイコール・マフリによる反乱の脅威がこの傾向を助長した。彼は自らをマフリと称して反乱を起こした。これはエジプト・オスマン帝国、イギリスという三重の支配下に置かれたスーダンにおける抵抗運動というべき性質を持つものであった。 1882年から1883年にかけて相次いでエジプト軍に勝利していたマフディの軍勢はエジプト本国すら伺うほどの勢いを見せ有効な軍事力を失っていたエジプト当局と福王タウフィークはイギリスの力を当てにするしかなかった。しかし、イギリス本国がスーダンへの関与に消極的であったこともあり、マフディの討伐は成功しなかった。 1883年、イギリス人、ウィリアム・ヒックスが率いる軍が、マフリー討伐に向かったが、これは大敗に終わりマフリーの勢いはますます増した。1885年に、スーダンの首都ハルツームが陥落し、助言担当という曖昧な立ち位置でエジプト軍に関与していた、イギリスのチャールズ・ゴードン将軍も戦死した。これによって、 ムハンマド・アリー朝によるスーダン支配は一時崩壊し、エジプト・イギリスはスーダンからの全面撤退に追い込まれた。しかし、マフリーは同年におそらく病気のために休止し、後継者たちは北方でエジプト、東方でエチオピア、南方ではドイツ人エドワード・シュニッツァーが支配していたエクアトリアなど周辺各地に手を広げ、そして敗退した。 1890年代に入ると、イギリスでは、マフティ国家が奴隷貿易を復活させたことなどから、その野蛮を求断する世論が強くなり、また、イスラームの脅威の文脈においてもスーダン派兵の機運が高まった。1896年、ホレーショハーバート・キッチナー将軍率いる、イギリス・エジプト連合軍がスーダンへ向けて、 本格的なマフリー国家への攻撃作戦を開始した。この部隊には、後の中エジプト高等弁務官、レジノルド・ウィンゲートやイギリス首相になる、ウィンストン・チャーチルなど新進気鋭の人材が多数、参加していた。1898年4月、アトバラの戦いで、イギリス・エジプト軍はマフリー軍を粉砕し、9月には、オムドルマンの戦いで、マフリー軍は全滅した。 イギリス・エジプト連合軍は、ハルツームを占領し、旧総督官邸にイギリスとエジプトの国旗を、掲揚した。ハルツーム占領の後、ジャンバティスト・マルシャン率いるフランスの遠征隊が、スーダン南部のファショダに入ったという知らせを受けた、キッチナーは300人の将兵と共に現地に向かい、フランス軍の撤退を要求したが、マルシャンがこれを拒否資料国が、南スーダンの領有権を主張したために、 外交危機となった。最終的にはフランスが引いたため武力衝突は回避された。1899年、イギリスとエジプト複合政府の間でスーダンコンドミニウム協定が締結され、スーダンはイギリスとエジプトのコンドミニウムが行われることとなった。ただしすでにエジプト自体がイギリスの強大な影響のもとに置かれている状況であり、実質的にスーダンは イギリスの支配下に入った。イギリスにとってエジプトの占領は少なくとも当初はオラービー革命に始まるエジプトの混乱という目の前の状況に対応するための暫定的な処置であった。1885年のマフリーの死後、エジプト自体がマフリー軍に占領される不安が解消された際、イギリスはオスマン帝国軍にエジプトの防衛を肩代わりさせ現地から撤退しようとした。 1887年5月にイギリス・トルコ協定によってイギリス軍が3年以内にエジプトから撤退すること、エジプトの有事の際にイギリスとオスマン帝国が共同軍事行動を取ることなどが合意された。しかし、イギリスのエジプトに対する優先権を明示した協定に対してロシアとフランスが難色を示し、この圧力のためにオスマン帝国はこの協定を批准しなかった。 その結果として、イギリス軍はエジプトから撤退するタイミングを失い、長期化とともに、イギリス軍のエジプト駐留が、規制事実化することになった。イギリス軍の駐留開始後、クローマー卿が就任する以前に、閣僚評議会、地方評議会、立法評議会、国会などの設置を定め、エジプトの行政機構の一新を図った。実質的な支配権は、アドバイザーとして、 各省庁や組織に配置されたイギリス人顧問が担い閣僚を評議会に参加する権利を持っていたイギリス人財政顧問には決定事項に対する拒否権が与えられた。イギリス当局の決定事項に逆らうことはエジプトのヘティブであっても不可能であった。イギリスにとってエジプトはインドと本国を結ぶ戦略上の要衝であり、それだけに 現地の情勢を安定させる必要があった。イギリスの統治は明白に植民地支配の一形態であったが、イギリス領インド帝国に行政官として長く務め、実務家として提評があったクローマー卿は、少なくとも財政、経済においてエジプトに目覚ましい復興をもたらすことになる。税制の整備とともに、灌溉設備の整備による経済の再建が試みられた。 イギリス人が統治しているという事実によって、核再建国との積極的な交渉が可能となり、新規考外事業のための新たな融資の取り付けに成功した。そして、イギリスには、クローマー教以外にも、ウィリアム・ウィルコックスやウィリアム・エドムンド・ガースティンのような、この融資を活かして、効果的な考えプロジェクトを実行することが可能な、経験豊富なテクノクラートがいた。 彼らはインドでの経験を活かして各種の開発に携わり、ナイルデルタやウェイジプトの灌漑網を整備する一方、貯水量10億トンの規模を持つアスワンダムの建設を行った。これらによって農地面積と農業生産は急増し、また農産物の輸送のための鉄道網や農道の整備も行われた。一連の開発と改革の結果、1896年までに、 エジプト政府の財政再建は完了し、歳入に余裕が出たことから大規模な減税が可能となった。この減税では、タバコ税を除いて、直接税、間接税のほとんどが対象となった。またクローマー教の個性を反映して、汚職、強制労働や鞭打ちの禁止など行政間の高機粛清も進み、農業用水の配分の平等化や氷菓子からの、 借金返済不能によって農民が農地を失うことを防止するための農業銀行の設立など民生の改善も進んだ。こうしたイギリス人テクノクラートによる事業はエジプト人の間でも極めて評判が良く繁栄的な新聞ですらその功績を称えた。ただし、それでもなおイギリスのエジプト統治はあくまで本国の利益に資することを前提とするものであった。 クローマー卿の免火産業重視はエジプトをイギリス本国への原料供給基地として確立するものであった。エジプトがランカシャーの免火農場として免火生産を拡大する一方、本国と競合する可能性のある工業化に対しては厳しい圧迫が加えられ、現地在住のヨーロッパ人による防災会社の設立さえ極めて不利な税制によってその存立が認められなかった。 この結果としてエジプト経済のモノカルチャー化が進展し20世紀初頭にはエジプトの輸出における免課の割合は80%を超えるに至った。これはエジプト経済の構造的問題としてその後に残されることになる。イギリスはその支配を通じてエジプト政府、エジプト副王に対して支配者として遠慮のない圧力をかけたが 一方で言論の自由を保障したために、イギリス支配下のエジプトでは、言論活動は逆に活発化した。さらに、エジプトにおける、イギリスの影響力に不満を持っていたフランスが、繁栄的なマスメディアに大きな支援を行っていた。こうした中で、カイロ出身のアラブ系軍人ムスタファカーメルは、フランスにわたって、政治運動の手法を学ぶとともに人脈を築き、 1896年の被告とともに活発な繁栄民族主義的な政治運動を開始した。彼はフランスとの連携によるイギリス支配からの脱却を目指したが、これは1904年の英仏教商によってモロッコのフランス支配とエジプトのイギリス支配を両国が相互承認したことで挫折した。その後、カーメルラは1907年に ムハンマド・ファリードらと共に民族主義政党、バタン党を結成したが、間もなく、カーメルが急死し、時を置かず、ファリードも亡命を余儀なくされたことで、国民党の運動は、下火となった。ジョン・エルドン・ゴースト。ムハンマド・アリー長の複をアッパース・ヒルミニセイもまた、イギリスの支配に対して強い敵意を維持しており、カーメルらのような民族主義運動に対しては、副王からの支援も行われた。 しかし、1907年に、クロー・マー卿が退任し、新たな高等弁務官に、ジョン・エルドン・ゴーストが就任し、エジプト政府に対して融和的な姿勢を打ち出すと、アッパースヒル・ミニセイは、大英協調路線に舵を切った。イギリスは一部の権限を、エジプトの複合政府に移すなどの融和策を取ったが、このことはむしろ民族主義者たちの敵意を怒りを招き、 外国人であるムハンマド・アリー長の副王に対する反発を醸成した。ゴーストが首相として起用したコップと京都のブトロスガーリは現実主義的な妥協姿勢でイギリス側に対応したが、これもまた民族主義者たちの敵意を呼び、結局1910年に暗殺された。ガーリー暗殺の翌年にはゴーストも病死し、イギリスの融和政策は頓挫した。後任には、 マフリー討伐で功績を挙げたキッチナーが任じられ、クローマー教の路線に復帰したが、キッチナーとアッパース・ヒルミ二世の関係は極めて険悪なものとなり、キッチナーはアッパース・ヒルミ二世の配立を検討するに至った。このような状況の中、1914年6月28日に、オーストリア・ハンガリー二重帝国領サライエボで、皇太子フェルディナンド二世が暗殺されるという事件が、 発生した。この事件を契機として、翌月にヨーロッパで協商側と同盟側の間で第一次世界大戦が勃発した。オスマン帝国が10月に同盟側に立って大戦に参戦すると、アッパースヒルミニセイはそれまでむしろ関係の悪かったオスマン帝国の青年トルコ島やエジプトの民族主義者との和解を急ぎ、エジプト国民に対して、 イギリス支配への対抗を呼びかけた。これに対してイギリスはアッパースヒルミニセを退位させるとともに、1914年12月18日、エジプトを一方的に保護領として宣言し、オスマン帝国から完全に切り離した。第一次世界大戦に協商側が勝利したことによって、この処置は確定し、また、オスマン帝国が消滅するに至ってエジプトは名目的にも、 完全に、オスマン帝国の支配から離れることとなった。エジプトを征服した後、オスマン帝国は、マムルーク朝によって作られた、行政区分を継承した。その区分では、エジプトは24のキーラットで、構成された13の県に分けられていた。13あった県は、以下の通りである。ミヌーフィーやカルユービーやガルビーやマンスーラシャルキーや、ブハイラギーザ。 ファイユムイトフィーフーシムナインアスユートバフナサーウィーや、クースクワイテ、ホット、アシューバという短名の県が存在した。これは、ビライエトとして組織され、1872年から1882年まで存在した。現代の南スーダンと北部ウガンダをカバーしており、ラドやウェデライのような都市を含んでいた。エジプトには常駐する7軍団が存在した。その内訳は、 以下の通りである。チェラー規制以下の三軍は16世紀後半に、エジプトの現地軍として新編された。カナテン社は、参考文献、西アジアシーチアラブに、ラテン文字転社は、エジプトザ・ファートル・クレッセント、15161922、エーポリティカル・ヒストリーによった。イエニチェリ・アザブ・ギョニル・リアーン・トフェンクチアーン・チェラーキセ。 ミューティフェ、リカ、チャブシャーン。これらの軍団長は、総督府で開かれる定例会議に参加する有力者であり、また、各軍団は、エジプト政界の重要ファクターとして、大きな影響力を振るった。16世紀後半の軍による騒乱や反乱は、主として、騎兵軍によって主導されており、17世紀から18世紀初頭に、かけては2つの不評軍が有力派閥と結びついて、 東白構想で大きな役割を果たした。やがて、不評軍であるイエニチェリの内部で発生した軍事集団に危険を持つカーズダグリアが18世紀以降のエジプト政治を主導するようになり、フランスの侵攻までそれは続いた。オスマン帝国時代のエジプトで重要な役割を果たしたのは、米と呼ばれた有力者たちである。エジプトの米はオスマン帝国の領土であった他の地域。 例えばルメリ、アナトリア、シリアにおける米と同一の称号を用いていたが、エジプトにおいては、得意な形態をとった。他の地域のサンジャック米は、基本的にサンジャックと呼ばれる、地方行政単位あるいはティマール制において与えられた報道を統治する、統治者、総督に相当するものであった。しかし、オスマンエジプトの資料に登場するサンジャック、または、 ベという単語に領土的な意味合いが備えられたことは全くなく彼らが報道所有者であったわけでもない。エジプトで採用されることのなかったティマール星と関連付けられることもなかった。エジプトではこうした県の統治者はマムルーク朝時代の称号を引き継いでカーシフと呼ばれていた。ベたちはエジプトの中流正規軍の悪害で独自の軍事力を持ち、 様々な養殖を占めて、毎年、サールヤーネと呼ばれる宝灸を受け取っていた。オスマン帝国時代の米たちがその初期において、どのような存在であり、いかがに形成されたのかは、よくわかっていない。オスマン帝国時代の中心的な資料である、年代記軍からは16世紀の米たちの動向は、ほとんど何も知ることができない。ピーター・ホルトは、 マムルーク朝の軍事的有力者たちが用いた称号で、あるアミールがトルコ語で、米と翻訳されている事実に照らして、おそらくはマムルーク朝時代のアミールら軍事的有力者の後継者であったのであろうとしている。一方で、ハセベ、キサイチラは、エジプトのサンジャック米には16世紀の段階では、マムルーク的要素は見られず、17世紀に入ってから、 マムルークの米が登場したと見られるとしている。エジプトの米は元来特定の権能や役所と結びついておらず、称号の保有者であった。エジプトの米の大部分はマムルークの出身であったものの、無視できない数の例外が含まれていた。ホルトはマムルーク町にその起源を見つつも、制度的な意味において、単純にマムルーク町時代の継続ということはできないとしている。 17世紀の米たちの多くは、チェルケス人やグルジア人など、カフカス系の出身であり、理論的には、前の世代の米の奴隷として、軍事強烈家庭を経た人々であった。だが、少なくとも17世紀において、アラブ人の部族長やオスマン帝国の宮帝人が、米の地位に進んだ例は一定の数見られる。また、17世紀の米たちの中の重要なグループとして、 バルカン半島のボスニア系の人々がいた。17世紀の党派対立の中でカースイミーイアへの手こ入れとしてオスマン宮廷から送り込まれたアフマドベイなどがボスニア系ベイの代表的な人物である。そしてベイたちは一族老党で構成されるバイトと呼ばれる軍事集団を形成していたが、ベイと主従関係を結ぶバイトの構成員はマムルークに限られず、それにも タービウ、サラージュなどと呼ばれるバルカン半島、アナトリア出身の軍人たちも含まれていた。17世紀から18世紀初頭にかけて、エジプト政界の中心を占めたフィカーリーやカースイミーヤといった派閥は、このようなバイトの連合体として出現した。ありがとうございます。